つわるメッセージやゲーム音楽のリクエストなども随時お待ちしています。アクセスはレディオキューブのホームページ e スポフライデーナイトフィーバーの番組メッセージフォーム、もしくはツイッターハッシュタグ e フラつけてのつぶやきお願いします。それでは今夜も e スポフライデーナイトフィーバースタートです。あ、ハッシュタグ e フラか、それは全部見てるわ消しゴム落としの、はい、回のやつですね。なんか買いたいみたいなこと言ってた人いましたよ。ヒラリー、あ、そう、ヒラリー現像さん、ちょっと取り上げてもいいですか。なんかそれで消しゴム落としシリーズ、社名は知らなかったけど消しゴム落としは知ってた。 なぜあれさ、はい、すごいタイミングでさ、収録した次の日かなんかにあのぷよぷよのリッキープロがツイートしてて、アン選手と一緒になんかやってて、うん、で画面見たらめっちゃ見たことあるなと思って、ででもあの消しゴム落としじゃなかった、はい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 、でこれパーティーパーティータイムですかって聞いたら、そうですって言って、パーティーパーティータイムしてた、あのパーティーパーティータイムやってんねやと思って、出た、そう、それで楽しそうでした、めっちゃなんかめっちゃ面白いですよって言って、今なんかハマってますって言って、あ、ちょっとパーティーパーティータイムをヒラリン現像さんもパーティーパーティータイムの画像上げてるわ、そうそう、4枚目に、あ、これ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 っすよね、これやってた、あ、パーティーパー、なんかでもあれみたい、あの、うーん、遊び大全みたいな、遊び大全っていうよりもなんかあのマリオパーティーのミニゲームとか、あのそっち系ミニゲーム集みたいな、はい、うん、e スポーフライデーナイトフィーバー、ここまでのお相手はキヨンセこと清田のぞみと、あの信谷こと信谷拓也と、ルクプルこと野呂啓士でした。それではまた来週、はい、今日はですね、私のちょっと壊れてしまったジョイコンを修理していきたいと思います。イエーイ、さあちゃんと直せるかな、やっぱ今のところ、はい、このリペアパーツを買ってからどうしても実行に移せなかったキヨンセのためにそうですね、キヨンセ配信ライフを素晴らしいものにするために我々がコントローラーを直すきっかけをね、はい、与えてあげようということで、はい、もうかれこれなんか半年ぐらい眠ってた気がする、そんな前だそんなに寝かしてやんの半年発酵しちゃうんじゃない、寝かして発酵したかな、大丈夫真冬やで半年前未開封で暗所でちゃんと保存しといて、暗所で明るくてもええと思うけどね箱入っとるで、はい、これあの正規品じゃないんですけど、はい、ドッキとかでも売ってるこのジョイスティックリペアパーツっていう、はいはい、うん、コントローラー修理キットというものです、はいはい、早速開けていきたいと思います。まずはね、ジョイスティック交換部品ということで、グリグリが2個あればいいです、あります、はいはい、でネジがちっちゃいのが2つあります、うん、あります、はい、続いてドライバーです、はい、Y字ドライバーこれか、これそれ見る、 Y 字やな、 Y 字ドライバーってどれ、黒か赤じゃない、これこれこれ嘘だな、これかな、それこれや、お、これこれ、あ、Y って書いてある、 Y って書いてある、あ、ちゃんと書いてある、 Y ちゃんと取ってんと、 Y レッド Y、 はい、わかりやすい、こっち書いてある、はい、で、プラスドライバー、プラス、ブラックプラス、はい、オッケー、で、ピンセット、はい、ピンセット、ピンセットで、三角分解ツール、このピックみたいな、あ、なるほど、それでこうパキッと開けるわけやね、はい、あのコントローラーの、そうです、側面から、これだけでなるほどってなんのやばないの、歌に何も感じなかったですけど、これ見てギターかベース弾くんかぐらいのピックとしか思えへんかったです、そうか、そうで、名前ややこしいんですけど、はい、プラスチックピックがあります、え、あ、これじゃないのにそれじゃない、これかな、そうだよな、これです、どう見てもどう見てもブルーがピックでしょこれまあ形的には、はい、以上でございます、はい、揃ってます、はい、ありますね、で、あとこのコントローラー修理キットの説明書が、うんうん、封封されていて、はい、交換方法が書いてあります、あ、そう、これを見たらもう誰でもできると、うん、なるほど、なるほど、これ多分両方開けちゃっていいんじゃないかな、開けちゃうよ、うん、この辺がねちょっとダダクサな人の、なんですけどダダクサね、赤いもの、何ダダクサってちょっとダダクサって何、引っかかりました、いや、聞いたことない、あのなんか面倒くさがり屋みたいな、そうそう、感じの、あ、ダダクサ知りません、知らんねえ、え、ご存じない、ご存じない皆さんダダクサ使わない、え、僕も使いますよ、山越えて、はい、あの西と東で違うわけ、あー、三重県、なるほどね、まあ、三重県あるあるっすもんね、結構、うん、あるある、県内でも方言違うっていう、うん、
そういうことね。そういうことです。はい、そういうことです。はい、でまずは壊れてるのはちなみに左のコントローラー、両サイド壊れてます。両サイド、そんなグリグリしたの。いやなんかよっぽどグリったんだね。そうなんですよ、両方グリグリがおかしくなっちゃって、なんか私も左だけかなとか思ってやったら、うんうん、なんか右もおかしくってってか右グリグリ使うことある人生で。え、結構使うんですか右グリグリ。使いますよね。あ、そう、トライとしてたエイムっていうかこう合わせるようにしてるけど、あ、そっかそっか、移動とエイムで、うん、なるほどね。ゼルダも結構グリグリ使いますんでね。そう、視点変更が右か。そうそう、ね、あー、なるほど、それ使いますわ。進まないな。ちょっと黙れ。そうそう、喋っててもらって結構なんです。あの赤字の Y 字ドライバーで全部のネジを外していくとのことなんですけど、そうですね。と言ってる間に徐々にネジが、ちょっと待ってくださいね。あ、もう全然待ちます。これね、むずい。あ、でもコツをつかんできた感じ、すごいね、なんか軽やかになってきた、うん、こいつがね、端っこの一つのネジが、はい、ちょっとね、山がね、あの、3回ライフライン使えるんで、ライフライン、はい、3回ライフラインお手伝いそれが、あの、ま、野呂吉田信太郎というそうです、そうです。ライフラインね、ライフライン、どのタイミングでそのライフラインを使うかが重要ですね。はい、でちなみに僕ライフラインで呼んでも解決しない時とかもありますので本当、いや、すで、はい、に、あ、山、あ、使いたくなってきた。いや、なんかダメ臭い、この1個のネジだけがやたらかった。ライフライン行きましょうか。そうですね、なんかハマってるけど、ネジ回すはノロぐらいにしといた方がいいんじゃないかな。あ、じゃあ、まだ、あ、じゃあネジ回し、同じやつやったらライフライン使ってもいいことにさせてください。わ、はい、かりました。あ、これ難しいね、向きが。一応ね、ちゃんとパコってはまるんですよ。あ、ネジ山にはちゃんとはまる感じ。ネジ山には、でもこれがね、ここのネジだけ。はい、オッケー。うそー、素晴らしい。え、なんでなんで。え、多分本当にワインの山してんだね、このネジの山が。なんか出てきてる感覚ありますよ。ちょっと上がってきてますよね。すごい。分からへん。あー、すごい。ワインだよ、ワイン。そういうこと。プラスドライバーじゃなくてワイン。ワインなんだね。やった、役に立った。オーケー。さすがライフライン。やったね。よし。私ネジ山潰すとかやったそのまま。いやでもね、これめっちゃ繊細っすわ。うん、あの、パチッとはまったとこで結構力入れながら回さんと確かにネジ穴いきそうになりますね。うーん、あー、でもアイドルアイドルアイドル、こっちこっち来てますこれね、なぜそんな右肘が上に上がってしまうほぼアインやん、ね、今のポーズアインと同じ形になってるよ。中日の種田ぐらい右脇開いてたよっしゃ、外せた。よっしゃ、ね、これネジ外さけるちょっと割と、うん、でもここが最難関の可能性もありますから。あ、確かに確かに、まあ、そうですね、これを開けてしまえばね、開けてしまえばね、うん、はい、ステップ2、コントローラーのレール部分よりまっすぐにカバーを開きます、うん、丁寧に少しずつ開いてください、うん、ゲーブルの、ん？ケーブルの切断に注意してくださいということで、は、う、い、ん、ここを、うん、パキンとパカッとゆっくりね怖い、まあ、これで、あ、でもこうちょっとずつ、こうちょっとずつ、あ、開いた開いた開いた、うわー、ノーライフラインで突破しました。おー、素晴らしい。パッカ、ゆっくりね。一応、いやー、あー、いいね、いいね。ゆっくり。ケーブルがね、こんな感じで。あ、じゃあ、全然開いて。丁寧にね、丁寧に開けてください。お尻側から開けた方がいいか、そっち側から。そう、正解。なるほど。お、あ、あー、いいね。専門家の皆さんがいると、すごい心強い。これ本当に、あの、お二人が。あ、プルルンってなりましたけど。ビヨヨーンと、繋がってる状況ですね。はい、繋がってます、今。オッケーオッケー。はい、ここまで来ました。うん、はい、で、ここで続きですね、うん、ちょっとプリちゃん読んでいただいてもいいですか。ケーブルが接続されたままカバーを写真の位置まで開きます、うん、もうできてるの、はい、できました、はい、で次がステップ4、ステップ4、バッテリーをケースから取り出して写真の3箇所のネジを黒色のドライバーで外します。バッテリーまで外す、まず、はい、
怖い。時には大胆さも必要よ、キヨちゃん。オッケー、もういった。はい、おった。いいね。はい、外しました。そして、こちらをご使用していただきまして、三箇所。ドライバー。三箇所あるかな。丸がついている三箇所、ステッポーの三箇所のネジを。あれ、思ってたのとこと違うとこ。あ、はあ。思ってたのと違う。思ってたのと違う。はい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 。ネジがね、いや見えてるところに5つあるんですよ。あ、うんうん、それのうちの三箇所なんだね。それのうちの。場所を上、左下、もっと左下。オッケー。ちょっと左下からいきます。なるほど、見えててもそれを止めてる止め金ではないってことね。そう、これ全部、そう、ちょっと待って。また来たんちゃう、これ。ネジ穴チャンスはもう。使う？ポルちゃん。あ、いけた、パキッと。外れた。いや、これね。あ、やばい、回ってる回ってる。ちょっと待って。使いますか？ネジ担当のネジ担当のプロさん、これやばい。いやいや、違うところから上げてみたら、そうですね、他の穴から行きたいと思います、うん、ステップ5は、はい、写真のケーブルコネクターのラッチを上に開いてピンセットでケーブルを引き抜きます。これじゃない？いや、なんか難しそうな。ラッチ、これってしまって、うん、それをこの新品に変えるというキットが世の中に売ってることをやってみます。面白い。浮いてきた浮いてきた。お、いけた。でも、ここも一応ね、ケーブルつながってるんですよ。あ、全部つながってんだ、あー、これ大変これ大変。くぅくぅくぅ、かわいい。そして、とうとう見えた。見えた。具が。具が見えましたね。具が出てきました。で、これの写真の、うん、ほんまや。これだ。一緒や。これだ。これだ。これ、ちょっと待って。ゴールマジか。ラッチを上に開いて。ラッチってこれと違う？あ、そうやね。これ、うん、あ、ラッチはこれか。そこ通ってるよ、もう多分。一箇所のコンコネクタ。ピンセットでケーブル引き抜く。嬉しそう。使う？出ました、あのノブタニー。ライフライン登場。ライフライン登場。あ、そっちから？おお、上がった。え、これノブタニーさんちなみにやったことないんですよね？動画見た。あ、動画見てるんだ。なるほど。引き抜く。そうそう。どうですぐ修理出すね。抜けた。抜けた。抜けた。おい。ってことはもうこのボタンが外れる状態になったと。あとはそれを止めてるネジをまた外して、ネジまたあるんや、この2箇所です。ああ、なるほど。1、ラッチを上に開いて、あと2個ね。じゃあもうちょいで分かって、これもこれもじゃない、それを交換したい、ね、これ、あの、これも開かないとダメってこと。そこもここも1、2、あ、そうか、ネジがここを干渉してるからこれも外さないといけない。灰色のやつを吸い込んだね。パチン。オッケー。で、ここを外すんだ。そうだ。これ。それだ。ゴール見えてきたね。見えてきたね。ゴールは見えてきたが、しかし出た、ここや。持たないと。さあ、もうこのネジを外せば古いボタンが外れる状況になると。頑張る。いう。やっぱ全回ってる？全工程でネジ一番苦労してない？ネジがやっぱりちっちゃいから。うん。力入れにくいですよね。うん。結構パチッとはまってるっぽいんで。うん。確かに。ちょっとすみません。これが確かにやりにくそうだな。No, thank you, thank you, thank you. これ、むずいですよね。うん、これ今までで一番むずいかも。待ってたな。リペアパーツ大変です。うわ、回ってないかも。ネジに激戦中。ね、めっちゃ硬いですよね。ちゃんとしたなんかドライバー。見繕ってきましょうか。見繕ってきましょう。むっちゃ細いドライバー。確かにドライバーまともなやったらもっとやりやすくなるったりするかも。ね、ち
っとお待ちくださいな。はい、じゃあ繋いでこ、繋ぎを回ってるのかな。あ、それ見ますわ。モンゴルだ、きた、さすがの豚にさん。ましたよ、ラスト1個。めちゃくちゃ硬いね。硬い。やっぱのぶたにさんなんだよな。うちの技術からちっちゃいドライバー借りてきました。技術からあの、のぶたに先生1個外れました。え、嘘、うん、あ、すごい。しかもあのピロピロついてる難しそうな方が、え、よう外れましたね。めっちゃ硬いよこれ。あー、もうちょっとよかった。か弱い乙女やったら無理やに。うん、ほんと男の腕力に頼っていけ。これやな、これや。これでいいですか。はい、はい、来ました、近代兵器、技術の人ドライバー技術の人ドライバー、技術の人ドライバーです。あれ、一撃出ました。技術の人ありがとう、ありがとう。技術さん、センキュー。加藤さんです加藤さんのおかげで解決しました。ありがとうございます。サクッとありましたね。悪かったのはドライバーでやんした。ちょっとドライバー、あ、じゃあちょっと工具はあの嘘つかない。そうですね、道具なんだよな。そういうことか、道具なんだよな。道具なんだよな、結局。そう、大工さんも道具には金かけるっていうからね。そうっすね、腰回りに無限に道具ついてますもんね。腰回りに無限に道具。そうなんですよ。はい、やった取れましたね。やった、取れました。え、取れた、グリグリをこれだ、うん、なんかついてるけど、あ、ついてないのか。これを、はい、グリグリを裏からちょっと押しながら、あ、待って待って待って、押しながら抜きながら、ここの輪っかがね、はい、輪っかに入ってるんですよ、この黒い、うんうんうん、フィルターみたいな輪っかがあって、はいはい、少々待ちよ。でもそこ説明あらずなんや、紙にはない、ない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 と思います。あとは感じろ、そう、感じろ、感じろ。 Don't think。 あ、取れた、取れた、とうとう取れました。取れました。ちゃんとね。では、うん、そうそうそう。では、そう、新しいこと混ぜ、テキス完了。テキス完了。手術のサポーター的な、はい、じゃあ新しいものをこちらですね。あとはネジもいるのかな。ネジいりますね。2本ね。あ、でもさっきのネジでいいですよね。あ、まあでも山がちょっと。うん。OK。でも2個しかないよね、それネジ。1ボタンにつき1ネジしかないですね。うん、すごい。まあ、使ったやつでも近代兵器やったらいけそうですね。いけそうだけどね。あの Y はちょっと無理かもしれないですけど、うん、そうですね、 Y は無理かな。はぁ、頑張れ、お弁当が、頑張れ頑張れ、めっちゃええ声で Y が聞こえる、気温せあ、頑張れ、でかい、大きなった、はい、OK。歌ってる間にサダを歌ってる間にサダを安倍サダオじゃないの、あ、違う、サダマサシの、サダマサシ、あの、なんとか宣言、なんとかなんとかのの最後の方を、最後の方、全部なんとかいくサダマサシであることしか思い出せないですよね。ちょっとちょっと、あの、亭主関白みたいな歌あるじゃないですか、はい、関白宣言、うん、なんかそれの最後の方にこういう場所があった気がしますね。なるほど、このタイプってなかなかないと思う。ないか、まああんまり締めすぎてもあれやから、ちょっとにしとか、そうかね。え、これ私適当にネジ入れてるんですけど大丈夫ですかね。いいぜ、いいぜ。野村さんがもう天空から全部見てくれてますから。オーケー、ネジが間違ってるかどうかも。あ、もう荒川さん、どっか落ちたやん、今カチって落ちてしもた音がしたよ。 すまぬ、穴からずれた、あ、落ちそう頑張れ、気温せー、ついた、頑張れいい感じに収束してでも歌ってる間に2回成功してますよね、今。オッケーオッケー、やっぱ勝利の歌なのかもしれへん、頑張れ、いや、映った映り始めた入れて、パチンと、すごい。でももう気温星様なんかこう苦戦しながらも全部こう自分でいけるようになってきてますね。ねえ、でこれもなんかピンセットも、ちゃんとしたピンセットの方が多分やりやすいと思う。
加藤呼んでくる俺たちの加藤呼ぶねえねえ勝手に俺たちのめちゃくちゃ呼び捨てばってますけど俺たちの加藤部長めっちゃ偉いさんじゃないですか部長ちょっとちょっと言うといてよ呼び捨てだやん今俺たちの加藤って部長呼び捨てたらダメでしょ絶対使わんといてくださいよこれちょっと使われるなこれは使われる使われる使われるなやっぱできんかも FM 見えそんなことないです大丈夫ですか大丈夫です大丈夫です加藤さんは美術あの技術部の部長さんですかそうそうそう技術部のそうなんですよなるほどいい感じこれでいいですかクパチンとしてよし動かへんかったら刺さりが甘いということで OK じゃあまたここまで戻ってこなくて大変大変や大変えでも刺しといてで、でこれでそれをかぶしてこれあのちなみに2個目は RTA なんでうんすっ吸ったな今度は吐くんじゃなくて吸ったねー何のっていうえちょっと待ってこのバネは何どここれでいいのかなバネスターいいですかこれでいいかな、うん、こうやそうね、でもやっぱ信谷さんの安心感はすごいな何イベントでもコントローラー作る時でも確かに安心感がすごいこんな置いとったっけあ、でもこんな感じですかね OK それですわ3つ3つじゃあ頑張る背中を押してくれる応援ソング19選から1曲ずつ発表していきます19選だいぶやなちっぽけな勇気ファンキーモンキーベイビーですおーライフ気まぐれ気まぐれ君次第列車ワンオクロック何度でもドリームズカムトゥー俺たちの明日エレファントカシマシ飽きてきた飽きてきたおあんまり知ってる歌がないな何度で何度でも何度でも何度でも立ち上がり呼ぶよ清瀬の名前声が枯れるまで、はい、枯れちゃった枯れちゃいましたね僕らの声週ごとに枯れていきます枯れていくのね信谷さんと僕、うん、さあこれであとは一応これでグリグリがもうどうしたらいいのんどうした閉じる前にソース確認したけど両方壊れてるから両方あーそういうことか動作確認をしあでもあのメニューあの慣性の法則言ってないかだけでいけんじゃないあ愛のストーリーもあれ頑張れそうなあのでも こいつ右がねあどうでしょうかじゃあこの子だけでいいのかうん。ちょっと待って。ちょっと。あ、ついた。ついた。これで次の画面に行きますか。いや、はい。あ、こっちで。A って。あ、そういうことか。これになってるの。それになってる。ピッピッピッ。で、どう？ちょっと待って。戻りたいな。ホームボタン。ホームボタン。上下左右逆になっとるよ今その向きだとあいいんじゃないあれいいのではあいいのではいいのではおいあいいのではきたーやったーこれよしいいかときたぞこっちはあこっちはいいかもいい大丈夫治った治った大丈夫天才だやったイエーイあとはこれ断線しないように閉じるだけそうですねゴールマジかよしわおちょっと待ってゴール間近ということでじゃあサラ行きますか桜吹雪の本当に終わるわ終わった本当に終わったイエーイ完成でーすできましたできましたやばいなんかもう人が増えてきたこれだけちょっと戻しとこうまださよしこれどうするもう外でやりますあ
ちょっと打ち合わせ室でやってもいいですか。こっちや、こっちが直ってないですね。これが直った、左が直った。左が直りました。はい、こっちが直りました。ということで続いてこちらでございます。はい、今度は右はもう Y 字は外しております。はい、そうですね。はい。はいどう、はいどう。使って。頑張って。頑張ります。なんかあれですね。パキッと。うん。もう迷いがなくなったね。ね、一回やったからもう。うん。お手、もうお茶の子さいさいですよっていう。お茶の子さいさい出ました。お茶の子さいさい、でもなんかこう、おお、開いてきた、開いてきた、開いてきた。で、開いてきたが、しかしここで調子こいたらダメなパターン。うちっといくやつですね。そうだね、慣れてきた時にそれが一番ありますからな。そうです。ちょっと待って、おお、どうした、パキッと開いてくれない。そうね、お、開いた、パキッと開いてきましたね。よいしょ。で、そっちがですね、待って、なんか厚具合が違うぞ。松で、待って、ほんまやね。なんか違う、全然違う。厚具合が違うぞ。あれ、説明書一応裏もあったよ、見たら。あ、あれどこ行った説明書。説明書どこ行きました。それだそれだ。あった、その赤用の説明書もあるで。本当だ。あれでもここまで開いてるな。でもね、なんかね、バッテリーの線が噛んでる。あ、でもいけた。ここまではいける、うんうん、ここまではいけといて。でもすごいね、厳しい。これがなんかすげえ短い気がするな、ね、めっちゃ短い。一応やってみる、もうそれで、うん、OK ですね。こっからバッテリーを外すんですよね、うん、でもこれ、この開き方がね、もうちょっと開いてくれないとね。え、しかもこれ何、なんか新しいの出てきた。本当や、本当や。武田さん、これ新しいのが出てきました。あの、プラついてますね。皆さん、あんまりそれ引っ張ったらやばいやつですね。あー、怖い、やだー。多分そこにパチッと、本当ははまってなきゃいけないやつですね。そこがちょっと浮いただけなのかな。なるほど。あんまり気にしなくていいかも。はい、ではそれを気にせずバッテリーを外しにかかります。はい、うわー、あ、そうですね、それで結構よし、あれ思い切りがあるな。ネジがほらちょっと違う、向こうとネジがない。全然違うやん。ネジがないでございます、うん、形状が変わってるぜ。変わってるね。変わってるぜ、うん、右肘上がる金田張りの脇の開き方で。いやでも僕も気がついたら上がってたもんな。だね、綺麗に上がっとったもんね。うん、オッケー。あのね、このドライバーめっちゃ外しやすいでしょ。あの一発目のクルンがもう一瞬にして変わる。見てるところの力の入れやすさとも違うんすよね。そうそう、違うし、全然、うん、力入れにくいもんな、これやと。うん、ういやばいやばい、ういうい、くる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 回っちゃうよ。あ、くるくる回っちゃう。みんなちっこいドライバー買おう。うん、精密ドライバー、先っちょちっちゃいのに上がでけえドライバー買おう。そうや。そうそう、とりあえず見える3箇所は外しました。はい、えい、あ と, あとこれが浮くのかどうかですね。そう、うん、なんですが、ちょっとね、すごいやりにくい状況。これは開かなくて、ああ取れちゃう、取れそう、取れそう、全然取れそうよ、もう。いや、絶対取れるんだけど、これはね、あ、それ一回こう溶かさないといかないかな。なんか怖え。あ、分かった分かった。それが引っかかってる。それ外してから、外してからこうだ。あ、うわ、開いた。これはでももう取っていいんじゃないの。あ、ブラーンってなるのか。そうで、さらにここがね、全然長さがないね。長さないで開かへんね。ゆとりないね。何これ、ちょっとこっちあれやな、難易度すげえ高いね。持ってこうか、右と左。一応ね、 今のとこ大丈夫。もうこのままいける。とりあえずこれはネジ山は外さなきゃ、ネジ山、ネジは外さなきゃいけないから、うん、OK、うん、このままちょっと外しにかかります。はい、成長しているぜ。成長している、この戦いの中で成長してやがる。このネジがすぐ外れるっていうこの安心感は間違いない。これだけで20分ぐらいやってますよね、多分ね。いや、ほんと、いや、やばい、もう一瞬で終わる、一瞬で終わる、カドーン。あ、これ、あ、まだ外さなきゃ、外さないといけないから、
こっからですね。で、え？で、ここと、こ、あれ今回は1個だけ？うん、黒ケーブルだけでいいんじゃないかな。干渉してないので、あのネジが。オッケー。お、プルッときた。プルプルッときました。あ、待って。待って、こっちやばい。こっちもなんか外れてる。あ、抜けた。ういー。いけるかな。オッケー、抜けた。え、これ大丈夫？あ、こっちが抜けちゃった。あ、それまた後でつけましょう。うん、後でつけましょう。それで取れた方が作業しやすそう。で、確かに。で、とりあえずこれを本当にこれで引っこ抜けるかしら。ね、こっから要注意です皆さん。グリグリを外すときになんかゴムがね引っかかってる、ね。そう、これね、プラスチックのやつが引っかかるので、これをペリッといかないように。よし。天才だ。オッケー。で、ネジを取ります。はい、摘出完了です。摘出完了です。あ、ないわ。トレイこっち。そっちやった。で、ここからですね。はい、新しいやつです。それ古い。それ古いな。それ古いな。こっちはこっちは。あ、危ねえ。前。こっちです。前摘出した。病に侵されてるみたいな。取った臓器をまた戻しちゃうもう一回悪いやつそのまま入れてるから、ね、いかんいかんいかんダメよ、いかんいかん、新しいやつちょっと人工ボタンにしてもらわんと。そう、なんか KS って書いてある。カソってことかな。何この落書き。なんなん、嘘、こんなんある。やば、苦しゅうないの KS かもしれない。ねえ、本当やな。苦しゅうないはないやろ。ないないかな。苦しゅうやったらないも入れてほしい。そう、 N、 N 入れてほしい。だ、 KSN じゃないとあかんか。あら、ただこれちょっとこのコントローラーなんか怪しいな。怪しい、ちょっと怪しくない？怪しい。文字まで書いてあるし、これとちょっと仕様があまりにも違いすぎる。全然違うっすよね。うん、で右はね、この右コントローラーは確実に壊れてるんですよ。あ、そうか、じゃあこっちの方が重要なんや、むしろ。そう、じゃあまあちょっと戻していきましょうか。はい、えい、しょっと、ここに入れまして、で、よいしょ。でですね、こっからですね、うん、まずネジを、ネジを止めましょう。なんかあれかな、それかダイニングメッセージのか。え、死んでんのこれ作った人。死んだ人コナン君ばりの。ちょっと待って、じゃあ謎解かなきゃダメじゃないですか。開いたから、ここからお前やカスとか言ってる場合じゃない。実はこう、完全犯罪だったと思われたあの事件が解決へ の、 なるほど、糸口、まず第一歩がここに刻まれてたかもしれない。こいつが真犯人の系ですか。じゃあそういうことなん。そういうことか。これね、あの難易度高いのはネジをセットできない。そう、開かん、ちょっと待って、開く役やろうか。あざます、キープ、ありがとうございます。ちょっと待って、ちょっと一回確認させてください。このコントローラーのこのグリグリ、グリグリははまってます、うん、でここもこれで OK。 これね、ほんと磁石のあれがあった方が楽。え、出てたやつね。うん、ほんと出てプルプルですわ。こんなゴマを1ミリの穴に入れてくださいっていう修行してるみたいなもんね。やば、あるんすかそれ実際に。ないけど、あるんかと思った。ちょっとあらかさんといてくださいって。いや大丈夫です。具体的すぎて例がゴマをしたんかなと思ったの。大丈夫、その修行。こう お箸でさ、豆をこう、こう、あ、お箸の練習で、あれ、それは豆を移す、小豆を移すみたいなね、そうそうそう、滑るやつはね、それのスーパーミニミニバージョン、ミニミニバージョンでゴマを1ミリの穴に入れましょう。むっちゃ難易度高い。あ、でももうバッチリガッと閉まってますね。オッケー、完璧や。テーブルを、いや、あ、そうですね、あ、こっちのケーブル先に入れた方がいいんじゃないですか。こっちじゃ先入れますわ、グリグリの方が。オッケー、でも刺さると言っても本当気持ち程度の1ミリ2ミリの刺し具合、気温性、そうですね、1ミリに本当はここまでコードこうやって来てるじゃないですか、はいはい、でここまでグッて差し込めたら全部ね、ここの銀のところに差し込めたら気持ちいいんですけど、さっきもそこまで刺さらんかったんですよ。そうなんや、うん、そこまで求めてないってことなのかな。難しそうやな、この作業はちょっと無理かも。もう手でいった方が早いんちゃうかな。結構しっかりしてるから。そう、うん、このね、キットのパリッとしてるから、松がパリッとしてるから。で、この下のところにピーってなるな。なる。
凝ってますよね。今めちゃめちゃ惜しかったんだけどな。これね、一個言っていいですか、うん、いいよ。私の家にあるピンセットの方が絶対使いよい。使いやすい。使いよい。言い方渋いね。あの、ね、私ピンセットいくつか持ってますけど、このプラスチックのピンセットが、まあ金属じゃないから、まあ、いいのか、どうか。加藤さんにいいピンセットないか聞きに行きます。本当ですね。うわピンセットから離れねえこいつ。あ、そっか、入ってる状態で話しにくいんや。あ、行きたい、そのまま行きたい、それ行きたい、そのままってで行きたい。あ、お入る、ん、入った、あ、入ってんじゃない、入ってそうな見た目ではあるが、また取れたよ、取れたか、このこれが、これはね、外れがちやね、外れがち。いや、さっきもこんなんやった。でも、こんだけしなってるってことは全然入ってない気がする。押してるね。うん。グッと。あ、なんか反応したぞ。確かに。ということは？反応した？こっちビュービューって動いたで。本当？うん。あ、じゃあ閉じよう。オッケー。ちょっと、あ、裏側からグリグリちょっと動かしてみて。動いてるね。あ、動いてますね。どう？慣性の法則は？方向が逆か。いい、いいかもしれな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 い。ということで、戻す作業に入ります。またこっからおやつをね、また入れなきゃいけないね。そう、おやつと、おやつとこれの、またさっきのプラグインをね、そう、手強いやつをしないといけない。あ、こいつはもうあれか、一回取っていいんだな。で、この子はここで、で、こやつの、こやつのプラグをインしなければならないのだが、だが、これはややこしいな、ややこしい。っていうか短すぎるのよ。短いね。おかしない？さっきのと全然なんか、なあ、さっきのやつちょっとゆとりあったけど、ね、ゆとりありましたね。こっち本当にあのちょっとこうカバーが動く余白すらも認めてない、うんうん、そう、まあこういうものなのかわからないんですが、ちょっとじゃあこれを一番難しいな。それで入れちゃうって感じ。これをちょっと待って、上げて。それむずいな。これめっちゃむずいですよ。これよよよよ。ちょっと皆さんにこう伝わるか本当にわかんないんですけど。実短い。こうして。最短のところでこうするか、グリーンってちょっともう最悪切断されそうなぐらいですけど。あ、でもいい、いいね、それどうですか。それいいよ、これいいですよね。見えます？チャンスチャンス。あ、入った、入ったんじゃないの。どうですか。あ、一応止まりました。止まった、止まった。でもそのあ、ボタン効くかどうか確かめます。 ZL、 じゃあ ZR か。ZR ですね。それ確認するのなかなかない。確かに ZR を押さなければいけないシチュエーションがあまりない。え、 ZR？ あ、こっちか、そっち、そっち、うん、押せへん、ちょっと待って。あ、でもこれ両方押したら中断メニューが出る。でもこれをね、こ押すっていう動作が、あ、それバッテリー入ってへんもん。なんかバッテリー関係ある？線繋がってるから、繋がってるから生きてるはずよ、うん、あ、出た出た、いけ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 た、よし、少々お付き合いください。大丈夫よ、あとこれで。でもここさ、干渉してないからバッテリーはまったままいけんじゃん。あ、そうか、確かに。これは取らなくてよかったのか、今思えばね。今思えばね、まあ、本当は外した下にネジ穴あると思ってたから我らは。まあ確かに、こいつにも問題はちょっと。
そこやね、これはここに置いて、あ、ここになんかフックさしてなかったっけ、ケーブル。そう、引っかかってました。あ、じゃあこれちょっとこの人を このカバーをすいません、よろしくお願いします。あ、ありがとうございます。こう、そうだね、で、こうの、こうよ。そうだそうだ貫禄出てきたの、なんかもう、こう、そう、こう、こう、職人ってのはこういうもんよ。かっこいいぜ、かっこいいぜこの道一本でやってきた、この道一本で、この道一本3時間短い短い、しかももうちょい短いけどね、3時間ぐらいからまだ1時間ぐらいしかやってない、1時間ぐらい、こう1時間、こう1時間です。やっぱこれ磁石が、磁石機能磁石機能欲しい、欲しい。ここに、ここに落とすっていう作業がね、ほら、逆になった。回せない、うまくこうドライバーでドライバーむずいな、それ反転させたい、ドライバーで反転させたい。いや、反転は無理じゃない、くるんと、もう出てきた、出てきた。ちょっとあの、運に頼るようになってきてない、なんか、うん、ちょっともUFOキャッチャーみたいな感じこうして、わかった。でもスポン落としの運ゲー案外ありな気するけどな、ね、うん、ポトッとこう、そんなことよりも、うん、ちょっと工夫が、うん、ここに成長する、乗せて、乗せてひっくり返して刺す、そう、はいはいはい、天井に刺すみたいな感じ、そう、なるほどね。っていうか、こうする、おー、天才じゃねえか、よし、賢いな、幾多の苦難を乗り越え て、なるほど、成長している、成長してます、やはり成長している、すべては、これが力、これが力力びっくりやった、何これで、闇落ち、闇落ち基本図です、闇落ちしたんや、これ、うん、闇の力を手に入れる瞬間、瞬間、あ、これさっきの基盤って、それはあの黄色い光のところの基盤なのかな、ひょっとして、あー、かもしれないです ね、これ、うん、それ用の基盤なんじゃない、さっきフラフラしてたやつ、ありえる、え、でもね、ちょっと違う、そうなのかな、これでしょ、それ何なのそれって感じ、何なのこれ、何フラついてるの、反対にはなかったから、そう、ちょっと押さえ、こっち側に入れて、こうだね、で、こっちも、ん、怖い、でも合ってますよ、ゴール前緩みがちだよね、気をつけて、オッケー、最後集中ね、合ってるはず、合ってるはずなんよな、え、合ってるはずなのにどうして、なんか、え、左のようにいかないんだけど、何が、何がおかしい、いや、合ってる合ってる合ってる、合ってて、あ、あ、いたいた、スッときた、スッときた、スッときた、オーケー、オーケー、来た、来たよ、オーケー、あ、ちょっと待って、あとは、これだ、これを四隅に止めるだけ、違う違う、ワイ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 、これワイ、それワイです、これワイです、ワイってた、笑みがこぼれ始めました、清田のぞみからフィニッシュが近く、フィニッシュが近づいてまいりました、よかったよかった、あと一個、あと一個、あと一個だよ、これは大変そうだな、大変や、これ修理に出す、もしくは新しいのを買う手間を、惜しいんで ね1500円で済ますか、4114円を払って新しいのを1個買うか、でも金額違うな、3000はでかいな、2つやったら8000円ですね、あ、できました、最後動作チェックしとく、一応最後に、2つともチェックしまして、どうでしょう、勝手に、さあ、どうだ、基本性選手、へぇ、ちょっと待って、グッと押した時の余韻とかは大丈夫、他のボタンもすごいね、右が軽い、軽い、なんかすごい軽くなった、え、
他のボタンも、あ、いいね、いいね、反応がよろしいですね。で、Z、 ここ、ここか、よし、OK、タイトル選択に戻ってパフォームだ。今こそゼルだよ。なあ、そうやそうや、全ボタン使う、全ボタン、全ボタン使うので、そうだ、あのゼルダはね、基本的にはあそこ一人用やもんね。そう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 、はい、反応してます、うい、反応してます、しゃがみます、いい、カメラ起動します、いい、いいですね、あ、操作感も良いですか。そうですね、いい感じ、うん、いい感じ、いい感じ、いい感じ、 LR もで、OK、弓構えます、うん、いいですね。で、戻して縦も、縦も OK、 はい、若干いけるか、大丈夫、ボタン系が OK、 若干ね、今一瞬ラグがあるかなと思ったんですけど、この右のね、マジでも大丈夫、いける。で、はい、投げる動作完璧ね、L、R、OK、OK、やったー、やだー、ゴール、ゴール、完了です。おめでとうございます。これで持ち運んでピッチできる。これでできる。プロ方法から出してやる。そう、私もずっと夜な夜な。これを立てて、うん、プロコンでお布団の中でこうやってそのままできちゃいます。やっとぜ、やったプロコン、今までありがとう、やったまだ使うけど、まだ使うけどね皆さんのおかげで完全修理ができました。復活、やったー、ありがとうございました。1500円で治りました、はい、治りました、嬉しい、おめでとうございます、おめでとうございますちょっとまたあのこれ変わってどれくらい持つかとか不具合が出てきたら報告したいと思います。そうですね、はい、いや嬉しい、やったやったー、信谷さんも買ってください、はいはい、言ってへし折れたやつ直します、へし折れたやつ直しましょう、ありがとうございます、さようなら、さようなら。